こんにちは。兵庫県三田市より参りました管楽よさこい連エンヌです。エンヌです。今年度の演舞は兵庫県姫路城に伝わる怪談話播州皿屋敷、ちょっぴり怖い怪談話をエンヌらしく表現させていただいております。淡路よさこい最後のステージ、心を込めて精一杯踊ります。ご声援お手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。一枚足りない、誰もが怯え、背筋も凍る演舞会だ、さらやし。井戸に眠るは、お菊の幽霊、見たものすべて呪われるそうだ。皿を数える声がする。一枚、二枚、三枚、四枚。もう幽霊に一歩引くなんてな。お皿を数える陽気な幽霊、これぞ演舞のお菊さん。ありがとうございました。お皿が見つかってよかったですね。管楽よさこい連エンヌの皆さんでした。